どうも、母ちゃんです。ということで今日は甘いスイカを作るコツについて説明していきたいと思います。で、皆さんね、スイカ栽培してる方の、まあね、一つの問題点としては、甘くてね、美味しいスイカを作るっていうのを目標にする方がいると思います。で、このね、甘いスイカっていうのは、あることをね、意識することによって、簡単にね、できてしまうものとなるので、こちらね、本編でそれをしっかりと話すので、皆さんもね、そのようにして、スイカを甘くさせる方法っていうのを取ってみるようにしてください。で、今年はね、僕の家、スイカね、3種類育てたんですけど、まあ、小玉と、あとね、2種類っていうのは大玉、スイカを育てました。で、一つは普通のね、大玉スイカなんですけど、もう一つは皮がね、黒くなっている大玉スイカを育てました。なので、まあね、まだこの皮が黒くなってるやつは、まだ収穫時期になっていなくて、まだ収穫できてなくて食べれてないんですけど、他の大玉ともう一つね、小玉スイカっていうのは収穫して食べました。で、どちらも甘さっていうのがとてもあって美味しかったです。なので、こういうね、甘さを出すためには、農家っていうのがどこを意識してるのかっていうのをこれからね、説明するので、ぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。で、このね、僕の家なんかはスイカね、見ての通りでジャングル状態になっているので、まあ、小玉に関してもとても実つきっていうのがいいですし、大玉もしっかりこのね、つるになってくれる状態となっているので、まあ、このような状態、今の時期、まあ、1番か2番かどっちかわからないんですけど、1番か2番かどちらか、このぐらいのね、大きさになっていれば、とてもね、いい状態となっているので、そちらね、現在のスイカのところでお見せしますので、ぜひ自分の育っているスイカと比べてみてください。ということで、スイカを甘くさせる方法について詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。現在のスイカの様子です。はい、現在のスイカの様子です。で、こんな感じで、ここですね、これスイカがね、2個ね、なっています。で、これは普通のね、大玉スイカなので、このままね、どん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 大きくさせていこうかなっていう感じです。で、ちょっとこの前のね、雨が降ったことによって、ここのね、僕の今指先で囲ってる部分っていうのが水たまりっていうのがずっとできている状態だったので、ちょっとね、苗が元気なくなってる状態ですね。なので水浸しになってしまって、浸透性が低い防草シートとか、あとは雨が降る量がね、すごかった時には水たまりができてしまって、そこのね、一部分だけ枯れてしまうっていう現象とかも起きたりもするので、そういうのもしっかりと観察しながらスイカ栽培するようにしてください。で、ここはね、こんな感じでハウスの中なので、これね、この植物があるんですけど、こいつにね、ちょっとカメムシがね、寄ってきたりもするので、またね、カメムシの方の動画でこれは退治してる姿見せてると思うので、そちらをね、ご覧ください。でね、実際ここね、ここにいます。でも今も素手で何にも持ってないのでやめときます。なので、後でまたここに来てカメムシをね、退治していきましょう。で、これですね、これも黒玉スイカですね。まあ普通のやつに比べたら、このね、色がね、すごい黒くて濃いですよね。こういうやつをね、僕は今年育ててみました。でもまだこの黒玉スイカの方に関しては僕ね、食べれてないので、今後ね、食べるのが楽しみです。スイカ甘くさせる方法についてです。で、この甘くさせる方法、何をするのかといったら、水を切るようにしてください。で、この水を切るなんですけど、ちょっと似てる野菜あると思いませんか？で、これね、似てる野菜何かといったら、トマトとね、同じ栽培方法となっています。トマトも水を切って育った方が甘さがね、出ると言われてる野菜です。で、スイカに関しても、これは同じような形で、水を切ってあげることによって、その分ね、甘さっていうのが身に集中してくれて、とても美味しいスイカっていうのができるようになります。なので、この水分を切る、水を切るっていうのがスイカを甘くする上でとてもね、重要な作業となっています。で、こちらどのようにして皆さんね、やってほしいのかといったら、まず株元にアーチっていうのを組むようにしてください。株元にアーチとかを立てることによって、まずそれが土台になります。で、土台が作れたら、その上にビニールトンネルをね、貼るようにしてください。で、ビニールトンネルしたはいいんですけど、そのまんました状態だとスイカの苗っていうのがこうね、ビニールトンネルの中から出れなくて、全然ね、窮屈な状態で育つようになってしまうので、まあね、3分の1ぐらい、まあ僕のこの手のひらぐらい、まあ、なので皆さんの手のひらぐらいの隙間っていうのを、まあね、トンネルパッカーとか、まあね、クリップなどを使って上からね、この手のひら1枚分っていうのを目安に開けてあげるようにしてください。この作業をすることによって、この写真のね、ようになります。
でこうなってくると雨が降った際にこのねまず株元に水っていうのが当たらなくなって株元からのね水の吸収率っていうのを調整することができます。なのでその結果水があまり入りにくいっていうので甘くなってくれるようになります。で今の時期っていうのはとても太陽っていうのがカンカン照りで猛暑日が続いてくるのでさすがにビニールだけだとそのビニールにこうね太陽の光っていうのが当たって中が焼けてしまう恐れもあるので上に寒冷紗など何か日陰ができるっていうものをつけておくのも忘れないようにしましょう。でこれをすることによって雨がね多い梅雨の時期でも株元には雨が当たらない状況となるのでしっかりとね水の管理っていうのができるようになります。これトマトで言ったら遮光カーテンをつけてあげる、またはねビニールをね上にかぶせることによってそこからの雨っていうのを防ぎましょうって僕言いました。なのでこれもねスイカバージョンとなっているのでトンネルでね十分ですよ。トマトみたいにこうね大きくならない野菜ですので低い状態で水をカットするっていうのを忘れないようにしましょう。またスイカっていうのは肥料が多くてもあまりね美味しくならないと言われています。なので肥料過多の症状っていうのがあるのでこちらもね一緒に説明していくんですけど、この肥料過多どこを見るのかといったらスイカの先端のね成長点っていうのを見るようにしてください。でこれを見ることによって一瞬でわかるんですけどスイカの栄養肥料っていうのがあまりないまたは適正な状態だとこうねつるっていうのが地面に対して平行にね寝そべって寝そべってこうやってどん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 伸びるようになります。で逆に窒素が多くなってくるとこの水平に進んでいたものがどん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 上を向いてねこの反り返った状態で成長することになるのでスイカを育っていてこの成長点を見ながら追肥の量肥料の量っていうのも調整するようにしましょう。で僕の家ではもうね元肥でパーってあげてそれがもう十分効いているのでその1回だけで追肥っていうのは基本的に済ませます。なのでその状態にしてもこんだけねもう密集ジャングルみたいな感じでもうね結構歩く場所っていうのをほぼないぐらい茂ることができるので追肥に関してはしっかりと元肥の時に入れてあげる、でまたは元肥の時に何も入れなくてもその後ね1回追肥してあげることによってその追肥の栄養だけでここぐらいまでね育ってくれると思うので肥料の量っていうのも株を見ながら調整するようにしてください。で特に窒素肥料ですね、窒素が入った肥料っていうのは結構ね窒素過多になってしまうとスイカの成長っていうのがちょっとねボケてしまったりつるボケ気味になったりで実がつかないみたいな感じで出てきたりもするのでこの栄養素の中でも窒素分っていうのも意識しながら栽培するようにしてみてください。まあ、では実際にスイカ見ていきましょう。でもね茂ってるところで見せても分かりにくいと思うのでここはねまだ分かりやすい端っこの部分となっています。でこういう端っこの方をね見てあげるとこれね成長点っていうのが結構上にね反り返ってますよね。で僕この反り返ってる時なんて言ったか覚えてますか？正解です。でこの状態の時は疲労過多の症状となっています。なのでこのように追加のね苗っていうのが成長点っていうのが上にグーって向いてる時は肥料がねたくさんあるよっていう状態をスイカがね教えてくれてるのでもうこれ以上ね肥料っていうのをやる必要がないのでこのまま育ってあげるようにしましょう。で隣のねこのツルっていうのも上を向いてます。で全体的に向こうの方もグーって上を向いているので肥料がねしっかりとある状態っていうのが分かります。なのでこのようにして肥料がねある状態っていうのが見分けられるのでもうね今の時期追肥甘くしたいよっていう方は追肥をしたいっていう気持ちがあると思うんですけどその気持ちをぐっとこらえてこのまま見守るようにしてください。あとはね株元の方も見ていきましょう。ねこちらね株元なんですけどこのようにして結構ねすっきりしてる状態です。なので、まあ、これとかはねまた葉っぱの色が変わってしまってるのでちょっとね病気になってんのかなって思います。なのでこういうのはこうやってハサミを使って切ってあげる、でこいつも切ってあげるっていうので切ってあげてこういう株は畑から取り除くようにしてください。株元をねしっかりとねきれいにしとくことによって追加の通気性っていうのが良くなって病気に、ね、なりにくかったりもします。なので、まあ、甘くさせる作業なんですけど甘くさせるっていうのはこういったねお世話っていうのも大切になってくるのでまずねここに水が入らないようにっていうのも大切になってくるのでこうやってねマルチ穴開きたと思うんですけどこの上からまたさらにマルチっていうのをかぶせてあげて本当に水が入らない状態っていうのも作ってあげるっていうのも一つのね手段だと思いますのでそのようにして栽培っていうのをしてみてください。で僕はね
もうちょっとスイカは放任栽培でずっと放置してできたところだけ取るっていうやり方なので、まあ、そこまでね神経質にはなっていないんですけど、やはりね大きい実ね、こういう大きい実があると僕もね嬉しいですので、皆さんもねぜひスイカ大きい実できたよっていう方は教えてください。でこれもしっかりとね玉返しもしました。なのでちょっとここら辺がまずね黄色かったんですよね、最初この裏側に太陽に当ててなかったので、なのでそういうのもしっかりと赤くなっているっていうか、しっかりとね色づいてくれたので、これもあともう少ししたらねこのところまあツルとかも枯れてますし、いい感じに収穫できるのかなって思っています。でね音とかも使って収穫のね時期っていうのを見極められたりもするので、皆さんもねこの収穫時期の見極めをまたね動画で出そうと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。